こんにちは。カナダず在住の山達です。バイデンの機密文書問題。やっぱり大嘘が発覚。トランプ観光例ということで話をしていきたいと思います。はい。えー、今世界はイスラエルとハマソの戦争どうなるんだっていうのにかなり注目が集まってるんですが、アメリカ国内もなかなか凄まじいことになってるんですよね。今回その一部を皆さんに紹介していきたいと思います。 えっと、まず昨日10月16日、トランプ大統領の2020年選挙関連の裁判があったんですが、これはあの、ワシントン DC の連邦地裁で起訴されているものですね。 で、担当している判事は、ゴリゴリのトランプヘイターで有名な、タンヤチュトカンっていうね、まあ共産主義者の家系の人物です。はい。で、え、このチュトカンが、もう裁判官としての的確に欠けてるっていうのは、多分その、トランプ側でね、この動画をなぜか見ている方も複数名いらっしゃると思うんですが、あの、それでも納得してもらえると思うぐらい、ちょっと的確に書けますよね、この人ね。過去の発言知れば、 ちょっと裁判官やってちゃダメでしょうみたいな人物なわけなんですが、はい。ま、そんな人物がやってるもんですから、ま、めちゃくちゃな要求も通るんですよね。で、今、ジャック・スミスっていう特別検察官が、このトランプ裁判、トランプ大統領の捜査をやってるわけなんですが、トランプ大統領に対するいわゆる観光令を求めてたんですよね。 で、それが昨日審議されまして、まあ、承認されましたと。多分これ日本メディアも報じてると思うので、あの、ある程度の内容知ってる方多いかなっていうふうに思います。えっ、ー、と、まあ、判決というか、まあ、命令で言うと、えっ、ー、と、まず裁判所。で、特別検察官で。あと、裁判で承認になり得る可能性のある人物。で、この裁判内容に関わる発言を禁止されたということで、えっ、ー、と、例えばマイク・ペンス前副大統領。 ペンスに関する悪口をトランプは別に言っていいですよと。ただし、1月6日に関することとか、2020年選挙に関するペンスの話はしちゃダメっていう、そういうような、なでしょ。え、この裁判。 1>, 1月6日事件であるとか、2020年選挙関連の中で裁判にかかり終わりそうな発言はしちゃダメだっていう風にされたんですね。はい。で、まあ、あの、選挙とか関係ねえし、みたいな感じで、え、裁、この裁判所には、政治というのは一切関係ないんだって言ってるんですが、お前別の裁判でトランプの悪口めっちゃ言ってただろうって話なんですが、はい。まあ、ちょっとその話は行くないときまして。で、今回のこの判決が出る前にですね、ジャック・スミスってちょっとボコボコにされてたんですよね。あの、フロリダ州でも、 フロリダ州の連邦地裁でも裁判やってるんですよね。あの、機密文書問題。で、あれで、ジャック・スミス側が、まあ、とある申し立てをしたところ、裁判所からですね、あの、もういい加減にしろと、裁判所の時間無駄にすんなっていう風に審議時間途中で打ち切られて、あと裁判所からめちゃくちゃ怒られたばっかだったんですよ。 っていうので、多分これはね日本メディアは全く報じてないと思うんですが、こういうふうに、あの、ちょっとめちゃくちゃやってんのがいい加減裁判所に怒られてたこともあったんですが、はい。まあ、ワシントン DC はね、完全にその民主党側の独断上ですから、まあ、こういうふうにやりたい放題ができてる状態ですね。はい。なんでもう、ちょっと見たことないレベルの選挙に今回なりそうだなっていう風に思うんですが、えっと、ちなみに昨日、10月16日っていうのはネバダ州で、大統領選挙の立候補締め切り日を迎えたんですね。 ま、なので、これであの、民主党はもうバイデンで行くっていうのはもう確定かなっていうふうに思うので、ま、そうなるとやっぱりこういう裁判っていうのは民主党にとってはもう欠かせない武器になるのかなっていうふうに思います。はい。と、ま、あこの観光令に関する話題は多分日本メディアでも目にしていると思うんですが、もう一個は多分全然してないと思うんですね。それがね、もうもはやね、忘れてる人、またはそもそも知らなかったって人もいるかもしれませんが、あの、バイデンもですね、機密文書問題抱えてるんですよね。 で、バイデンに関しては、ロバート・ハーっていう特別検察官が任命されて捜査続けてるんですが、このハーってじどういう人物かって言ったら、過去の動画でも言いましたが、2016年のロシア疑惑に関与していた人物なんですよね。ロシア疑惑っていうのは、あの、トランプとロシアが結託してるっていうあの、大嘘物語。えっ、ー、と、民主党資金の提供で、えー、でっち上げられたってことが、これ、連邦選挙委員会から認定されているんですが、 まあね、ねなんで誰も逮捕されてねえんだって僕思っちゃうんですが、あの、ま、そういう大嘘物語があったんですが、そのに、それに関与してたのが実はハーなんですね。まあ、っていう人物が今回やるもんですから、ま、いろいろお察し、お察しっていうところはあると思うんですね。はい。で、過去の動画でこれも紹介しましたが、今その二人の特別検察官がいますと。ロバート・ハーと、あとはトランプ大統領に対するジャック・スミス。この二人と、あとは過去の二人の特別検察官。 えー、ロバート・モラーと、あと、ジョン・ダーラムの二人を比較してみると、今のジャック・スミスの捜査がもう、いかに異常かってのがわかるんですよね。えっ、ー、と、まず、モラー特別検察官は、だいたい2年ぐらいかけて、ロシア疑惑に関する捜査をやりましたと、えー。総額31億円ぐらい吹っ飛んでったんですね。で、一方で、ダーラムに関しては、えっ、ー、と、大体3年半捜査して、まあ、10億円ぐらい使いましたと。で、一方で、ジャック・スミス。 これね、あの、3月末までですので、だいたい4ヶ月ぐらいで、9億円ぐらい使ってるんですよ。で、これトランプ大統領を起訴する前の話ですから、起訴した後なんかもっと金かかってますから、多分これ倍ぐらいになってると思います。はい。で、それと比べるとね、まあ、ロバート・ハーは2ヶ月遅れぐらいだったので、まあ、多少ね、差があるのは仕方ないのかもしれませんが、にしてもよ、この7倍ぐらい差あるわけなんですよ。相当の差があるんですよね。で、それだけではなくて、お金の面だけではなくて、何が問題って、 まあ、ジャック・スミスのね、元々の目的って選挙介入ですから仕方がないのかもしれませんが、情報ダダ漏れなんですよね。何かやるたんびに、トランプがどうのこうの、トランプがどうのこうの、トランプがどうのこうのってめちゃくちゃ情報出てきたんですよね。で、そのたんびにね、そのサハメディアが大騒ぎして、それに日本メディアが乗っかってみたいなことやってたんですが、一方でバイデンの捜査って、漏洩がほぼないんですよね。もうロバート・ァー生きてんのみたいなそういうレベルだったんですが、まあ、一番の問題ここですよね。まあ、お金の使い道はま、さておきで、 本来だったら、秘密裏に行われなければならないはずの捜査っていうのが、もう情報ダダ漏れになっている。まあ、理由はさっきも言いましたが、選挙に影響力を及ぼすためっていうのはもちろんなんですが、まあ、それをここまで明らさまにやるっていうのは、で、しかもそれが容認されてるっていうのは、異常な事態なんですよね。はい。まあ、だからこそ今この世界が異常なことになってるんですが、はい。まあ、ちょっと話を続けていきまして、えっ、ー、と、そんな中でですね、ようやく進展が見られました。 えー、ー特別検察官がバイデン本人に10月8日9日の2日間に分けて事情聴取をしていたということが明らかにされたんですね。で、この日付見ると、おい、ちょっと待ってと。 これ、ハマスが奇襲テロ攻撃やった直後じゃねえかっていうふうに思うじゃないですか。はい。まあなんですけれども、これもともと予定されてたっていうことなんですね。なんで偶然重なっただけかなっていうふうに思いますし、これは僕はあの信じたいと思ってます。というのもですね、あの数ヶ月前からずっとホワイトハウスの顧問弁護士側と日程調整であるとか、あと事情聴取の内容っていうもののその水面下での調整っていうのがずっと続いてたっていうのを報道はされてたんですね。 で、えっと、その最中で、ホワイトハウスの顧問弁護士のトップが辞めるっていう話になって、で、どうすんのどうすんのみたいな感じで間延びになってたっていうのがあるので、まあ、多分、なので、あの、これぐらいのタイミングでやっても別に不思議ではないかなっていうふうに思うので、嘘ではないかなっていうふうに思っております。はい。 とまあ、あの、まあ、この辺はね、信じるか信じないかあなた次第っていう話なんですが、ちょっと話を続けまして、えー、と、ま、とりあえずですね、本人に事情聴取をしているっていうことで、捜査が大詰めを迎えているっていうふうに見られているんですね。で、えー、と、じゃあ、この後どうなるかですよね。まず、バイデンが起訴されるかって言ったら、これはね、ほぼないです。あの、司法省が内部規則で、あの、これ、ビル・クリントン政権からの、ま、習わしになってるんですが、現職大統領を起訴しないっていうふうになってるんですね。 ま、なんで、起訴されることは考えにくい。わざわざバイデン司法省が内部規則を変更するっていうのを発表して、大統領も起訴しますっていうふうにしないとどうにもならないんですね。で、まあ、これもともとビル・クリントンが、あの、偽証罪に問われかけていて、で、それを守るためにクリントン司法省が、ま、内部規則変更というか、まあ、なんか明確化っていうことをしてたんですよ。 なんですけれども、えー、まあ、それが、まあ、このまま、ずっと続いていて、今に至りますので、まあ、多分、起訴されることは考えにくいと。じゃあ何にもなしで終わるかって言ったらそうではない。そういう時のための断崖があるんですよね。 えっと、弾劾の対象に追加される可能性もあります。えー、っていうのもですね、後ほど紹介しますが、えっと、会員政府監督委員会、この機密文書問題に関して調査やってますので、もしかしたら弾劾に入れるかもしれない。で、実際今回その弾劾の一環でっていうことで、ロバート・ハーから情報提供を求めていますので、まあちょっとその辺の話は最後にしたいと思います。はい。で、ちょっと話を整理しておきたいと思うんですが、 バイデンの機密文書問題公になったのって2023年1月9日だったんですね。で、もうそのこと自体忘れてる方も多分いると思うんですよ。で、あとは、バイデンってそこら中でいろんなタイミングでいろんなものが見つかってるんですよね。はい。なのでもう僕自身もね、もう何が何だか分かってなかったんですが、ちょっとここで一回整理しておきたいと思うんですが、一応、バイデン陣営の発表によりますと、 2022年11月2日に全てが始まりましたと。ワシントン DC にあるペン・バイデンセンターっていうね、あの中国共産党のお金がジャブジャブ流れている施設があるんですが、そこで引っ越し作業をやってる最中に、偶然、機密文書の、の機密マークのついている文書を発見しましたっていうのが11月2日。 で、その6日後に中間選挙があったので、お前らなんで黙ってたんだこの時トランプ機密文書、機密文書、ギャー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 言われてたぞっていう非難もあったんですが、まあ、ちょっとその話は横に置いといて、はい。まあ、とりあえず水面下で捜査が始まってまして、11月9日に司法省が動き始めましたと。で、11月18日にジャック・スミスがトランプ大統領の特別捜査、検察官に任命されました。 で12月20日に、まだ、あの、公になっていない段階で、デラウェア州の自宅ガレージで、2回目となる機密文書が発見されましたと。 で、2023年1月9日に CBS ニュースが第一報を報じました。で、その第一報のところが報じられたかなと思いきや、その後デラウェア州の自宅でまた別の場所で、新たなものが発見されました。で、さらにワシントン DC のペン・バイデンセンターの別の場所でもまた発見されました。で、その翌日デラウェア州の自宅に、えっと、その、 えっと、セキュリティクリアランスクリアしている人物が、その機密文書の回収に向かったところ、えっ、ー、と、追加でまた新たなのが発見されました。で、1月20日に FBI が家宅捜索を実施したところ、上院議員時代の機密文書を発見しましたと。いうことで、とりあえず、いろいろ報道を書き集めた結果、少なくとも6回に分けて、いろんな場所で、えい、ー、ろんなものが見つかってたっていうのがあるんですが、ひとまず、重要な点として、 バイデン陣営は11月2日に事務所の引っ越しをしている時に偶然見つけましたっていうことになってるんですけれどもところがですねそのバイデン陣営の言う2022年11月2日に全てが始まりましたっていうタイムラインは 実は嘘だったっていうことが政府監督委員会の調査で分かったんですね。えー、この政府監督委員会、ジェームズ・コマーっていう人が委員長やってますが、あの、バイデンファミリーに対する追及を続けてるんですよね。で、その一環で、このバイデンの機密文書問題っていうのも操査しているんですが、えっ、ー、と、今その関係していた人物たちからの、え、先生証言。あの、実際議会、議会というか、あの非、非公開非公の、えっと、委員会のその、なんでしょう、公聴会みたいなのに呼び出して、で、えー、証言させたりとか、 あとメールとかテキスト召喚状を使って提出させたりとか、まあそういうことをやっているんですが、まあその結果、このタイムライン絶対嘘だと。もう一回言いますが、バイデン陣営が言っているのは、2022年11月2日に引っ越し作業をしている最中、おい、ちょっと待ってこれ、機密マークついてんじゃねえかっていうことで、偶然見つかったと。 いうことを言ってるんですよね。で、バイデン本人も見つかってびっくりしてるっていうふうに言っているんですが、証言とかメールテキストをいろいろえっ、ー、と、その照らし合わせてみたところ、2021年3月18日時点で、機密文書問題にバイデン陣営気づいていた可能性が浮上したんですね。これあの、ペンバイデンセンターの棚下ろし作業って11月2日に始まったわけじゃないんですよ。2021年3月18日から始まっていて、もうこの時点でもしかしたら、 知ってたんじゃないかっていう指摘がもう今出てるんですね。で、それだけではなくて、これあの、バイデンのその、施設弁護士っていうんですかね、あの、その、あんまりパブリックなメンバーじゃない人たちだけじゃなくて、ごめんね、もう日本語変な目だったいなもうそれとりいます。えっと、現職、または元ホワイトハウススタッフ少なくとも5人が、 この11月2日より前の時点で機密文書に関するやり取りをしていたっていうことなんですね。で、これつまりトランプ大統領に対する捜査が始まる前の時点で何かやり始めていたで、トランプ大統領の捜査が正式に始まったところからはなんかやり取りが活発になってるんですよ。特に、えー、と FBI が動き出してから、えー、とマーラゴに家宅捜索が入るまでの間、まあ、あの夏の期間でなんかいろんなやり取りしてたのもわかってるんですね。 っていうところから、お前ら絶対なんか隠そうとしてただろうと。で、実際あの、ケイシーチュンっていうですね、あの、バイデンのもともと主席コ、主席秘書をやっていた人物が、指示受けて、なんか物動かしたっていうことを認めてるんですよね。っていうようなところからも、何が真実なんだと。 とりあえず今もうこの時点で分かってんのは、公の場で明らかにされた2022年11月2日に全てが始まりましたっていうのは大嘘だったと。それよりも前の時点でこそ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 いろいろやってたっていうことが分かったので、じゃあ具体的に何やってたんですかっていうのが今まずえ追求されていること。で、もう一個追撃で昨日出たのが、 コマ委員長ですね、この、ハー特別検察官にレターを出してるんですね。その、機密文書の内容であるとか、捜査内容を教えろと。えっと、まずその、バイデン本人に対する事情聴取やったって話なんですが、何か制限が加えられる可能性があるというふうに事前に報道されていたんですね。まあ、なので、あの、ホワイトハウス側から、なんかこれ聞くなみたいな制限あったかっていうのが、まず教えろと。と、もう一個はこれが重要で、その、発見された機密文書は結局、どこの国に関するものなのか 今のところないろんな国に関するものだったってことは報道されているんですが、あの、過去の動画でも紹介しましたが、バイデンのド変態息子ことハンター、この機密情報を海外ビジネス、特にウクライナのガス企業ブリスマに利用してたんじゃないかっていう可能性指摘されているんですよね。で、これがその弾劾裁判にそのまま直結するので、なのでコマ委員長は、まあ、これを教えろというふうに聞いてるわけなんですよ。まあ、多分、ハーは、なんて言うんでしょう、あのー、 操作中なので、みたいな、そういうので <laughs>、多分一切相手にしないと思うんですが、え、とりあえず、ただ、断崖に関わるっていうことで、召喚状とか使ってね、多分そのうちもしかしたら聞き、あの問いただすかもしれませんが、はい。で、この前、サブスタックでも一回配信したので見た方いるかもしれませんが、そのおまけの話もしておきたいと思うんですが、 バイデンって副大統領時代にあの偽名アカウントあったって話したじゃないですか。で、国立公文書館がいろんなメール保有してるんですが、その中、情報公開請求で明らかになったのが、そのハンターと、あと弟のジェームズ・バイデンっていうのがいるんですが、この二人とのやりとり29,067件あったっていうことなんですね。で、えっと、具体的にはハンター個人とのメールのやりとりが4,243件。 で、ハンターの会社のロズモント・セネカっていうのが19,335件。で、弟のジェームズ・バイデンとのメールのやり取りが1,751件。で、えっと、ジェームズがですね、あの、ライオンズ・ホールっていうコンサル会社を持ってるんですが、そことのやり取りが3,738件。合計29,067件のメールのやり取りが、副大統領時代にされていて、しかもそれを国立公文書館が保有してるっていうことが明らかになってるんですね。じゃあ、その中に、 何かこういうのに関わるようなものありませんかっていうのがこれから追求されるということなんですが、はい。まあ、多分このあたりはね、日本メディアって全く報じてないと思うんですよね。なんかトランプの悪口じゃなければ報じないみたいなところがね、やっぱりあると思うんですが、はい。実はこんなことが今アメリカでは起きてるっていう、そういうお話でした。はい。ということで今回の話は以上にしたいと思います。最後はご、最後までご視聴ありがとうございました。最後はね、もう、ジャガ君、すごいね。えっ、ー、と、まあ、デブちゃんも毎回そうなんですが、 こういう風にあの、洗濯物畳み始めると、基本的に畳んだやつの上に出るじゃなくてドシンってくるんですよね。まあこれはいいんですよ。もうその上にどんどん僕があの、例えばこれタオルの上だったので、タオルをどんどん畳んだやつを乗せていくだけなので、いいんですけど、このね、ジャガという <laughs> 凶暴な子猫はですね、その畳んでるものに飛びかかってくるんですよね。で、畳んだ、畳ぶたびに飛び込んで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 みたいなもんですから、 マジで大変でした。まあ、あの、楽しいっちゃ楽しいんですけど、えっ、ー、と、なんか、ね、えっ、ー、と、これが子猫かっていうふうに思いつつ、ね、えー、ちょっと今楽しんでおります。はい。っていう、あの、最近のジャガジャガタえ、ジャガデブでお別れをしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。